おはぴよー、どうもひなぴよです。それでは本日もクロエのレクイエム実況プレイ続きやっていきましょう。前回はこのクロエちゃんに出会って、なんかこのお屋敷呪いにかけられてるんすよミシェルさんって言われて、なんか呪い解くみたいな感じかな、多分。でなんかピアノ弾いてたら、てめえはそっちじゃねえよみたいな言われたんで、なんか楽器を探しに行くっぽい。何の楽器かな。なんかタイトル画面にはなんかバイオリンみたいな、なんかなんだチェロみたいな書いてあったから、それかなと思うんだけど。よし、探しに行くか。はい、にゃん、また猫の声か。でも猫はいないんだよね、出会えないんだよね。で、あれどこに行けって言われたっけ、忘れちゃった。こっち。でも君がどいてもらえないかな。え、そう、そういえばさ、さっき思いついたんだけど、あのミシェルくんさ、ハケ持ってたじゃん。ハケ、これこれこれさ、使ってこれ絵の具濡れたりせん。あー、濡れないか。あ、動かせるー。え、これでやっぱできるんじゃないかな。多分あの女の人が幸せそうになってる。おお、びっくりした。ーい、え、やっぱ絵の具、絵の具、え何、右手に装備しないといけませんとか、そういうのある。間違ってない、いいや、ハサミこっちに持って。とりあえずハサミはあの ご神用ということで。え、違うの。え、もうさ、私あのこっちの部屋に入りたくないんだよ、人形の目取っちゃったからさ。どいてよー、どうしたらいいの。ミシェルは12歳、クロエの一つ上なの。ミシェルちゃんは、あ、ミシェルちゃんじゃね、ミシェル君は12歳、クロエちゃんが11歳。知ってるのよ。なんでだよ、怖いな、やめて、ストーカーですか。あー、なんか光ってる。1階図書室の鍵、やったぜ。あとなんだこれは。あ、まあ、違う違う違う、このこれこれこれ、ワインボトル。あー、とりあえずなんか図書室の鍵手に入れたから行くわ。どこだろう図書室って。ここ、あ、ここだ。はい、おー結構広いな。とりあえず端っこから調べていくか。てかなんか光ってたりしないの。光ってるわ、見よ。ベートーベンピアノソナタ第14番月光、ルートヴィヒ版ベートーベン初期の代表作、8番悲壮、28番熱情と並んで三大ピアノソナタと呼ばれている。あ、呼ばれる、うん。ベートーベンが彼の弟子で恋人でもあったイタリアの伯爵令嬢ジュリエッタ・ダイチャルディに捧げた曲。あー、ジュリエッタへ捧ぐってあったよね、なんかバラの花束。ん、終わり。そうか、ここも光ってんな、上。なんか走るの忘れちゃうんだよな。レクイエム鎮魂歌。あ、クロエのレクイエムだもんね。死者に向けてその死を悼むために奏される曲かな、うん。ああ終わりか。まあそれを知ってけば、知ってけば、知っとけばいいか。何これ。あ、違った、窓だ、ただのステンドグラスだった。いろいろ光ってんな。どうしよう、これアラン・アルデンヌ。あれ、さっきも見たな、これ。音楽界の異端者。そうだよね、気が狂ってしまう。また本人の人柄も謎に包まれ。そうだね、あ、同じか。じゃあこれだけか。あと、私には双子の姉がいました。幼い頃は双子だというだけでいつも一緒に過ごし、周りからも仲の良い姉妹だと言われていました。しかし成長していくにつれ気づいてしまいます。あらゆる点で私と彼女は違いすぎました。彼女は非常に美しい容姿でした。私は非常に醜い容姿でした。あらゆるものは彼女を褒めたたえました。またあらゆるものは私をけなしました。私は彼女のことを愛していましたが、次第に自分と彼女の違いに思い悩むようになりました。
ある時、私は恋をしました。しかし、彼もまた私ではなく彼女のことを愛しているようでした。私は彼女が憎くなっていきました。私と彼女のあまりの違いに絶望していきました。ある夜、私は願いました。彼女さえいなければ、あの子が死んでしまえばいいのに。星の綺麗な夜でした。次の日の朝、異様な匂いで目が覚めました。目を開けると、そこには彼女の死体が映っていました。視線を下に移すと、そこには血にまみれた私の手のひらが映っていました。私は彼女を殺してしまったのです。彼女の血で染まった私の顔は、より一層醜く見えました。あらー、なんという話だ。ひどいな。いやでもさ、こればっかりはね、ちょっとなんとも言えないよね。なんか、ちょっと言い始めたらちょっと止まんないからやめよう。何かを書いた後のようだ。あ、おう、羽ペンとインクを手に入れた。おお、やったぜ。なんかゲットしたぜ。あと別にない？羽ペンとインク？羽ペンとインク？インク！インクがあるってことは、ちょっと待って。え、羽ペンとインクで塗りつぶすの？どういうこと？ハサミを羽ペンとインクにして、この椅子を、でも羽ペンで落書きするとかってちょっとなんか幼稚すぎる気がするけどね。でいってって、はい、お、塗りつぶせる、やったぜ。やっぱ塗りつぶ、わー、ごめん、絵を塗りつぶした。あ、なんで赤いの？インクで汚れたハケを捨てた。あ、殺しちゃったみたいな感じかな？ん？あらー、彫像、あ、待って、ド忘れした。彫像で合ってるこれ。彫像は晴れやかに微笑んでいる。あらららららら。あー、よかったね。ちょっと幸せを妬んでしまっていたんだね。自分が幸せになろうとしてるんだね。とりあえず入れるようになったから、入る？いや、怖っ。あ、うえい、こんにちはこんにちは、こんにちは。近づきたくない。何が？なんで？ステンドグラスが割れてる。何これ？鎧。これは？これは？これなんか怪しいから。え、なんか怖いな、この形。シャンデリアは割れている。これは？逃げろ。え、逃げろ。あ、え、これじゃダメなの？ちょっとまずセーブして、もう一回セーブしていこう。逃げよう。うん、よーし。何から逃げるかわからないけど逃げるぞ。で、こっち行けない。うちは鍵が閉まってる。これは？あれ？ここにセーブ？あ、この宝箱開けるのか。け、開けるか。バイオリン、やっぱりバイオリンだね。はい。やーべ、ボベ！なんすか？あ、あ、殺された。え、待って、私逃げたけどダメだったよ。どういうこと？ゲームオーバー。え、今の誰？クロエちゃん？なんか髪型そっくりだったけど。よーし、逃げるぞ。どうやって逃げんだろう。ちょっととりあえずずっと上を押しとくか。はい、こんにちは。チャキーンドーン。はい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 、これでさよなら。あ、あ、あ、ば、あ、やべえ。ちょっと操作がうまいこといかんな。ごめんね。二度も殺させてしまったわ。よし。今度こそ。でもあまり怖くなかった。よかった。あの、ででーんって音が怖い。はい、ででーん。はいはいはい。これで逃げる。OK。あれ、待って。あれ？今さ、よく見たらさ、髪の毛白くね？クロエちゃん黒いもんね。え、なになに？
今のはクロエ。え、クロエちゃんなの？やっぱり。でも白かったよ。いや、違うか。あれ？いなくなった。あ、でもハート1個減ってるから、とりあえず。え、クロエちゃんいるよね。ちょっと急にストレスで髪の毛白くなりましたとか言わないよね。いる？いる？いる？あ、いるわ、いるわ。よかった。あ、ミシェル、どうだった？あんなの持つのも嫌だ。バイオリン？なんでだろうね。嫌なことでもあったのかしら。じゃあ、どうしたらいいんだ？バイオリン装備すればいいのか？この装備精度忘れちゃいそうだな。ちょっとバイオリンでしょ？で、羽ペンとインクはとりあえずなんかハサミに持ち替えとくわ。あの、左手をハサミでバイオリン弾くから。え、これどうすんの？あ、無理か。ハサミは無理なのか。楽譜持って弾けばいいのかな？よいしょ、セーブセーブ。え、これでクロエちゃんに話しかければいいの？あ、バイオリンで弾きます。ありがとう、ミシェル。どういたしまして。私が弾くんじゃないけど。黙って聞きます。お、階層？なんだ、クロエ。誰？誰誰？え、でっけ。気持ち悪い歩き方。誰？あ、お父様。ごめん、お父さんのことバカにしちゃった。あら、あら、あのなんか独特なピアノを弾くよっていう人なのかな。その娘もしかして。あら、クロエ、もう少ししたら新しい曲を作り終える。そうしたらクロエ、私の部屋へおいで。なんでそんな悲しそうな顔してんの？はい、お父様。え、どうしたん？あ、動ける。私が動かすの。ピアノ。ピアノ。かわいい。壺。作り物の木。こっちは。こっちじゃない。どこ行けばいいの？こっちじゃない。ん？こっちじゃない。あれ？ここか、もしかして。こっちじゃない。え、どこ行けばいいの？ん？ここか？こっちじゃない。え、上？あ、上行ける。上行くの初めてだな。え？おばば、えば、何？え？殴られてる。あ、殴られてる。やっぱり AV 音だ。 AV、 AV じゃねえわ。 AV 音ってなんだよ。 DV 音だよ。自分の言い間違いにもう寒気がした今。すいません。痛いだろう、クロエ。でもね、私も痛いんだよ。痛いなら殴るなよ。お前が辛そうな顔をしていると私も辛くてね、涙が止まらないんだ。じゃあなんで殴るんだよ。お前のことを愛しているからね、クロエ。痛い。クロエ、お前も私を愛しているね。そうかそうか、いい子だ。ご褒美をあげようね。ご褒美じゃないよ。笑い方キモ。ああ、今日は綺麗な月夜だ。ご覧、クロエ。お母さんとかいないの？助けて。そういえば、お前はピアノで月光を練習しているそうだね。後で聞かせておくれ。愛しているよ、クロエ。
え、でも、ま、何あ、ん、あ、あ、あ、LINE。あ、明るくなった。あ、なんか光ってる。何、呪いが解けたってこと？あ、でも、2階は暗いまま。あ、拍手、ありがとうございます。あ、ちゃんと礼してる。かわいいな、ドット絵が細かい。ずっと、ずっと、これが聞きたかったの。ありがとう、ミシェル。素敵な演奏だった。うん。本当はこの曲、バイオリン用じゃないから、いろいろ即興でアレンジしちゃったけど、即興でアレンジできるの？天才か？いや、まあ天才そうな服装と目と顔つきしてるもんね。うん。でも、まだ足りないみたい。ミシェル、また演奏してくれないかしら。どの曲にすればいい？わからないの。楽譜を探して、ここにもあると思うから。わかったよ。あ、ん？お、え？僕のクロエ、僕だけのクロエ。だから、君が僕から去ってしまったら、たとえ命があったとしても、君は僕にとって死んだのと同じだ。およ。僕だけのクロエ。だって君とクロエちゃん知り合ったばっかりじゃないの？何？もう急接近しちゃうの？どういうこと？とりあえず下行くか。下行って、明るいね。愛人の2時。これを取ろう。なんだこれ。2階南使用人室の鍵。南ってどっち？南は下？はい。めっちゃ LINE 来るじゃん。何？南ないよ。あ、まあいいや。とりあえず、はい。セーブして、今日はじゃあこれくらいにしときましょうか。次回その南使用人室に行って探索を始めたいと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価を押していってください。また次回、おつぴよです。